こんにちは、田中ウルヴェ都です。世界メンタルヘルスデー2021開催おめでとうございます。私はトップアスリートや経営者、研究者などのメンタルに携わる仕事をしています。よくアスリートはメンタルが強いと言われます。メンタルが強いとはどういうことでしょうか。スポーツ心理学の領域においては、アスリートのメンタルの強さの一つとして、ストレスにしなやかに対応できる力というものがあります。ストレスにしなやかに対応するためには、まず必要なことが、自分がストレスを感じる感情、どんな時にストレスを感じるのかという、この感情に気づくことです。例えば、今日は落ち込んだ自分がいたな、悔しい思いをした、イラつく自分がいる、こんな風に感情の言語化をできることこそ、メンタルヘルスにとって大変重要な行動です。ぜひ、メンタルヘルスとは何か、どのような行動が自分の心の健康には重要か、そのことを考えるきっかけにしていただければと思います。